これはもうドローン危ない危ない、これが刺身にダイブしたらやばい。刺身これで2つになる。まあエビはいくら食ってもいいんだよ。すげえな、弱いね、テンション上がる。ボンボン盛り合わせられる。ボンボン盛り合わせる。ちょっと待って。だからガスエビはとにかくもう一回来るから大丈夫。まずは一人そうなんだよね。6人前にすれば一切れとってたの。中途半端に。まあ、1人前追加でみたいな。じゃあとりあえずエビ食べよう。もともとの。エントリーいっぱいだから。それガスエビ。新潟市にもあるんだよ、ガスエビ。ああ、北陸側にあるんで、ね、これ日本海側ありますけど、いや、これ完全にもう性質が違う。甘いガスエビ、あ、断然甘い。甘いよね。もう一個頼む。これもう一個ください。もう一つ。うん、あとウーロンハイください。いやおいしい。しらすの観光でもね、来れたらよかったね。まあ、ただ昨日の AI 時代の経営塾は野口さんとマサさんが来てた。だから彼らはそれが代わりだ。野口さんの本業初めて聞いた。あまり遅くなっていかんかと思って。でも結局研究者になった。終わったら、白子の天ぷらもありますね。出たの時間まで。やる？普通に野菜うまい。野菜。僕いつも知らせどうしても仕事の関係で録画ばかりなんで、でも見てます。ありがとうございます。でアルゴリズムとかもあれすごいよかった。トランプ？いやトランプのやつはまだ見てない。第1回のやつ。第1回のやつがもう難しすぎるって前回他の人に言われて。僕はね本当ないなというかったと思ってし。会の一つで、一通り説明終わった後に40分前に、アルゴリズムとコンピューターの関係で、アルゴリズムと AI の関係の話になった。あれ、5回どころじゃない、1回も聞き直して。そんなに？何で？いや、で、やっぱり。何っていうか分かんなかった。いや、初め分かんなかったですね。でも、確かに考えてみたら、そんな、AI は手順だから、それを思い出す。データがあったから、ああいうことになったけど、AI がどうなったとしても全くなかった。言っちゃったから。ああ、なるほど、確かにね。それで、すごい画像が出てきた。はいはい。サイズサイズか、比率か。あと、それぐらいしかソーティングがないのに、猫っぽさでソーティングするってよく考えたら、なんかこれ、母さんすごい。また、清水さん、大体、今日いつもそうなんですけど、また折り返すのはやっぱり半年か1年ぐらいかかるんですけど、今日の話ですね。AI が機械化された直感っていうのは、ギリアのあれ、あれやつ。それぐらいで。これめちゃくちゃうまいよ。だからめちゃくちゃ、これめちゃくちゃうまい。塩加減が絶妙。塩加減が絶妙に良い。あ、取って。塩加減がすごい。うまい。あ、すごい美味しいですね。ふぐからが鶏のみたいな味だって言われて、ちょっと大丈夫ですか？聞かないことに知ってたのよ、大丈夫です。それは悪いこと知った。めっちゃうまい。めっちゃうまい、ほら。
のどぐろの味のうまさすごいよ、うん。